前回は撮影機材をやりましたけど撮影機材があったって物は作れないわけですから、えー、どんな題材を選ぶのかとかどういう表現どういうふうに表現を決めていくのかとか、えー、そういうところをお話ししたいと思います。世にですねノウハウものってのはこういっぱいあって自転車店やってりゃそれできんじゃないかっていうふうにうん思われるかもしれないけれども。 素人の人に自転車をいじるのをこう教えるっていうのをうちが2000年に始めましたんで,で初めて作ったのは2004年ですから4年4年経過して初めて作っています。だからそれまでがえお客さんに自転車の免停とか組み立てのことを教えつつ実はこっちはお客さんからごく普通の自転車マニアの人っていうのは何が分かんないのかなとか。 どういうふうに教えたらいいのかなとかいうのを実はこっちが教えてもらっていたんですよね。教えてるふりして実は教えてもらってるというちょっとずるいやり方どの商売もそうですよねお客さんからいろいろ教わってお客さんに人気のあるメニューを出すとかね、えー、お客さんから不人気だったらそれはもう引っ込めるとかなんかそういうのはどこだってやるわけですから、まあ、うちもそういうのをやってったと。で4年経って初めて dvd っていう形にこうパッケージングをこうしてみたとまとめてみたということですね。こう教えてる時に自分が言ってることが教えてることが多少間違ってる可能性っていうのは当然あるわけじゃないですか。神様じゃないんだから絶対であるわけがないだけど、こう dvd っていう形にまとめちゃうとそれは？ それが確実にあ合ってるっていうかなかなり高い確率で合ってないとまずいわけですよ。いい加減なものであってはいけないわけでしてでなおかつある程度の汎用性を持ってなきゃ意味がないですから、えー、そういうものを作ると。でそういうものを作るにあたってどうするのかっていうと自分を疑うってことですよね。自分がやってることは合ってんのかなってこれを疑わないといかんです。だから自分は もう一流なんだ。「自分は正しいんだこれで正しいんだから周りの人間これで納得しろや」とか言ったって、えー、それ本当かどうかなんて分かりはしないわけですから自分でそれが正しいと思い込んでるだけだったりするんだから、えー、もう一回検証しないといけない。だから、もうこっっちにはね資料がいっぱいぱあるんですよ。あの例えばね、う <laughs> こ,こういういのはパ、これはパーツカタログですけどパーツカタログは分解図になってますから分解図を見て理屈が自分が理解してる理屈とこう合ってるかどうかっていうのをう検証しておくとかあとはですねあのメーカーからもろもろ販売店向けの資料っていうのがこう来ますんでこういうのもね全部こう検証 隅隅から隅までで読んで検証していくあとはあの販売店用のこうサービスマニュアルっていうのもこうありますんでこれ販売店にしか配られないんですけどこう,こういうのを見てそれから、えーっとね、こ,これはセミナーの資料なんですけどねこういうのなんかもあってちょ,ちょっとこういうのは中見せちゃだめなんだろうなきっと。それ以外にもうん一般的なこういう。 作業ののノウハウハものとかですねこれはあの東日っていうトルクレンチのメーカーの、えー、資料です、あのーこう。トルクに関する、うん、話だけでこんだけこんだけの厚みがありますね。でこ,こ,ういうののこういうのからケミカルの。えー 本から何から全部ねあとはあの一般的な機械工学とか、うん、そういうのもねみんなあのこれは作業工具の話ですけどねこういうのを全部こうひっくり返して自分のやってることが正しいかどうかを自分のやってることっていうかややあの自分がこうで正しいんだろうなって思い込んでるのが正しい本当に正しいかどうかをもう一回。 疑ってそれで調べ直すそれから実際やってみるあ正しいなこれでいけるぞっていうのを DVD にしないといけないじゃないと DVD でやってることがなんだろうよくよくものをや分かってる人から見るとええそれ間違ってるよってことになっちゃいます。で、えー、DVD を作ってるのがうちぐらいしかやってないんであれなんですけどあの本だったらいっぱいあるでしょ。いろんな人がこう自転車の これ一冊でオッケー。自転車メンテナンスなんとあかんとかみたいな本が世にいっぱいあるじゃないですかで、私なんか見てみるとうん、結構間違ってるだからそれはその人の思い込みで勝手にそうやっててそれが正しいと思っちゃってるんでしょうねあの V テンションボルトなんていじったってしょうがねえよみたいなあのここはいいんですよいじきなくてみたいなこと書いてある本とかね <laughs> まあ間違ってますねそういうのを全部調べて正しい手順が分かったとしましょう分かったとしたら次はですね どういういいにシナリオを構築していくか例えば映画なんかだと原作があって脚本があってそれで映画監督がいてそれで作品があの撮影をして編集者がいてそれで出来上がりましたっていうふうになっていくんだろうけどもうちの場合どうなってるのかっていうと私の独断と偏見で作ってます基本1人でやってるんで設計図いらないんですよ。 であのロボットを作る研究者でたった一人でやってる人がいてその人もやっぱり図面引かないって言ってるのと一緒でしてうん一人でやってるんで人に指示する必要がないですから紙に書いとく必要性がないここに入っちゃってるんでそれを粛々と実行していくだけ初めの一歩は根底を書きました何でかっていうとあれは人数多くてやってるしカメラを回すのがほとんど私じゃなかったんで。 人に任せないといけなかったんでコンテを書いてそれで撮影をしましたね。うちの撮影の仕方っていうのがドキュメンントでではななくて、フィクション的なんですよ。どういう意味かっていうと以前あのサイクルベースアサヒのネット部門の,あの責任者だった岩田さんから「ああこの DVD いいですよ」って勧められたメカニックの DVD があってそれ 私も買って見てみたらね、そこでやってたら何だったのかっていうとあるメカニックがこう作業してるのを横でカメラで撮っててずーっと長回しで作業風景を撮ってるだけのやつでメカニックがベラ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 喋ってるんだけどそれを撮って後でいらない部分ペ,ペペペって切ってぐしゃっとつないだだけのやつなんですね。でそれを見てて何かかわるっっいいうう人人はよっぽどもうスキルの高い人 でなおかつあのこうおつむの回る人でないとそ,んそれを見たってわかりやしませんよそんな作り方をしてたんじゃここがこうでああねんのですよみたいなことで言ったってだってそこにカメラがっっててなないいですよ行ってない例えばねこ,こ,うこう画面があってこ,ここのキーボードを押してから押しつつこうですよとか言ったらこう分かんないでしょ遠すぎてな何をやってるんだかわかりやしない、ね。 だからここまでいったら次のカットでここにカメラが来てないとだめなわけですよね。でここにカメラがあるっていうことはこういってる時のシーンっていうのはカメラがここにないからあのべ別になるはずなんですよ別にしないと分かんない。だけどもそれをやるとね膨大な時間かかるんですよこ,ここでこうですよとか言っちゃえばそれで終わっちゃうものがこうって言ったところで「はいカット」「はい次のセッティング」ってうこうやってやって。で ライティングどうすんだってやるともうねそれだけで <laughs> 2030分,分で済むかなこ,ここにカメラを持ってこなきゃいけないから三脚をどういうふうに捨てるかってことになってここにあるってことは照明遮られちゃうからライティングどうすんだってことになってっちゃってずる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 ね問題が起きるんですよだからドキュメントであってはいけないんですよフィクションフィクションですねあの撮影してる風景はフィクションです。 で私の DVD D なんかはねそれこそ同じ作業を、うん、撮影環境を変えて何,何回もやり直してそれで後で編集してくっつけてってやってるんで実は組んでばらして組んでばらしてっていうのを3回ぐらいやってるなんてのはまあざらにざらにあることですだから自転車をどんどんこう組み立ててるように見てる人には見えてるんだけど実際には。 組んでこらして組んでこらしてを何回も何回もやり直してたりします。で、えー、ライティングもね実はあの自然なままじゃないんですよ。あの前回のハードウェア編でやりましたけどライティングをいろいろ駆使してやってってます。そうじゃなないいと分かるものができないできすね、えー 真っ黒なパーツでもね分かるように撮影するにはねこうエ,ッジをエッジのところにハイライトをテカッと光ってそこ,そこに線がこう通ったように見えるようにしてやるとあの分かりやすいんですね。だから今回のロードバイクの2.0なんかはあれは、えー、現行アルテ6 8のアルテっていうのは黒いですから黒いパーツでも分かるように。 撮るっていうのはもうライティングをいろいろ工夫しないと撮れないんですよ。でそ、そういうライティングの技術っていうのもまあまあある種ソフトウェアですよね。まあ撮れたとしましょう。撮れたとして、今度はねパソコンにこう入れていきます。で、うちはシステムが全部 Mac なんで、これが編集のメインマシンです。 こっちの中に CPU も何もこう入ってるわけですよね。で、SSD とハードディスクも入ってて、えー、こっちにソフトウェアと OS が入ってて、ストレージはどうなってるかっていうとね、こっちに RAID が、こっちも立ち上げてみましょうか。これはた立ち上げるのにまたあのソフトウェアでこう起動しないといけないんで、時間食っちゃうんですけどね、えー、こ,これであの、データは全部こっちの RAID のストレージで。 で処理はこっっっっちでててていう,ふうにやってってますで編集環境には、えー、モニターヘッドホンが必要でして、えー、普通のヘッドホンではなくて音楽業界なんかが使ってるやつですねあの完全にあのモニター用に作られてるやつこれをあのパソコンにダイレクトにこうつないでそれでやってってるんですけども あの普通のヘッドホンとね何が違うのかっていうとね音の分解性能がいいっていいますかね、えー、細かいところまで全部音が聞こえますざっくりとしてこういい感じの音をこう流してくれるんじゃなくてデータに忠実っていいますか装飾しないっていいますか音が正しく入ってるかどうかっていう認識するためのヘッドホンです音楽を楽しむとかっていうそういう意味合いのヘッドホンではないです。 で、こう立ち上がりましたと。立ち上がってで私ねどうこうキーボードなんかもこう編集専用のキーボードとかこう使っています。これはあのさっきお話ししたファイナルカットっていうソフトウェアの専用キーボードなんですけど各ファンクションなんかが色分けしてそれで、うん、出てるんでたまにしか使わない機能ってのはもう忘れちゃうんです。 用途にはこれが使いいやすいですでね今こうソフトウェアを立ち上げますけどソフトウェアの起動もフュージョンドライブだとねもう爆速でですすねね死ぬほど早いです、ね、これは、えー、先日作った、えー、ハードウェア編ですね全部で50分ぐらいあるんだけど50分なんか40分ぐらいんですけどもこれをこのパソコン上で、えー、切ったり貼ったりを延々 繰り返しますで音の調整からあとは色の調整から全部こ,ここでできるんですよ。でプロ用じゃないとそういうことってのはできないんですけども売り物にするにはそこまでやらないとちょっとまずいかなっていう気はしますね。あの簡単ななソソフフトトウウェェアアでで安易やっ,ちゃうっ 最後のところまでこう持っていけないですよあの。いらないノイズを切るとかほんの一瞬入っちゃったプチッっていう音とかを切るとかあとはこ細かい継ぎ目で音と、えー、映像をほんの少しず,ずらしたりとかねそう,そういうことはこ,こういうプロ用のソフトですともう再現なくできるんですけど、えー、簡易ソフトあの パソコンに付属してましたみたいなソフトだとそういうのができないですからまあプロ用もしくは準プロ用ぐらいのソフトウェアを使わないと、うん、ダメでしょうね。このファイナルカットっていうのは、うん、第1作からマウンテンバイク完全組み立ての、えー、バージョン1からずっと使っています。これが 先日作ったあのハードウェア編の、えー、フォルダーですねで、えー、ソフトを立ち上げてみましょうかこれフュージョンドライブついてるんで極めて、あのー、立ち上がり早いんですけども、えー、普通はねうんとこの何倍かかかりますでこれ構成がねどうなってるかっていうと、えー、ここがタイムラインって言いましてこれをねあの こっからスタートでここがどんじりですね。で今これは全体を見てます。こんだけのこのカット数があるんですよ。これな何カットあるのかな？これでもね。きっとね。200カットぐらいあるのかな？で上が映像で最大で今回はね。3段になってますね。3段重ねの部分があるとで下は、うん、今回は音声しか使ってなくて、えー、別撮りの音を入れたりとか。 あとは BGM 入れたりとかしてないんでえこのステレオっのえと右と左のチャンネルしかないですね普通はねうちの DVD D だとどうなるかっていうとえ映像が多分うん8ラインぐらい音声もそうですね4とか6とかそのくらいになりますかねでカット数が1000じゃ済まないですね多いと2000とか3000とかそのくらいになります。 こ、えー、ここの映像がこれで、えー、これはね今何を見てるのかっていうとビデオスコープって言いまして、えー、色の配分とかあとはですね私よく見てるのここなんですけどこれはですねこっちよりはみ出ちゃうとこ,ここ少し赤くなってますけどここは 放送信号の規格から外れちゃってるというだからこっちだと白く飛びすぎちゃってるこっちだと黒く潰れちゃってるっていうわけなんですけどもねあとはこ,これだと RGB の、えー、分布がどうなってるかとかだから今の映像こ,ここの映像がうん規格上どうなってるもしくはあの色の配分とか、えー、がどうなってるっていうのをベクトルでベクトルでと言いますかねグラフで見るための 画面っていう感じですかね。それ以外もねこれはフレームビューダーって言いまして編集点ここうカットが違ったところを別のところと背景の色を合わせたりとかそういうふうにするためのまあ、これとこれとこれ今違うシーンが映ってますけども背景の色を同じにしなきゃいけない時なんかにはもしくは明るさとか同じにしなきゃいけない時にはこうやって2個並べてみますね。あとはこうボイスオーバーバってて言いまして まあ今はナレーションを入れてるわけじゃないんですけども動いいてはいるとそれからこっちは何なのかって言いますと、えー、各編集する画面の加工するための、えー、場所って言いますかねこれですとね 今だとこう。これを色色を調整したりとか、えー、動きを調整したり、あのずらしたりとかね。こう回転させたりとか、あとはこう端っこを黒く見えないようにしたりとかそういうことができるようになります。ちょっといじってみましょうか。えー、例えばですねこ。ここで色バランスをこうずらしてみますね。例えばこう緑色に振ってってみる。ほら緑色いくでしょ。今度は紫紫紫紫方向にこうぐーっと持っていくと。 だ、からこ、こういう色調整がどっちにも効きます。で、あのホワイトバランスなんかが狂っちゃった時なんかは、こ、え、う、ー、こういうのである程度修正が効きますね。あとは特定の部分だけ落とすこともできます。これ今白を落としていますね。白を落とす、えー、中間色を落とす、えー、黒を落とす。まあまああんま今極端にギュってやってますけどね。あとはこうサチュレーションって言って うちの場合ですと工具箱が赤ですから、あの赤い色が沈んでいる時、なんかこのサチュレーションで上げてやったりとか。しますね。例えばですね、ここ、こっちの芯、うん、これよりも。こういう芯があるとわかるかな。こういう芯で今ここ工具箱が出てますよね。この工具箱の。これをね、サチュレーション上げてやると、赤がこう入るように。逆方向を持っていっちゃうと、こうやって沈んでいきますね。 ままあ、こ,うこういうことができると今こ,ここからここまで全部映しちゃってるんですけどこんなんじゃ細かい編集がこうできませんので、えー、拡大していきますねそれとですねこ,ここは何なのかっていうと今ここに CPU の動きを、えー、グラフでし、えー、表しています、あのー、このパソコン自体は CPU4 つ入ってるんですけどもえー 仮想的にあの8つまで動かすことができます。だから演算させると、ここのレベルメーターがガーッとこう一気に上がっていきますね。これでちょっと再生してみましょうか？今ここ,こからここに来るとここで切れてますよね。で、当然こうやるとあのへんこ,ここで今編集をしています。ここれね。ほとんど。 でしょで、これ何やってるかっていうとおそらくこれとこれの間にね一瞬ノイズかなんかが入っちゃったかもしくは映ってほしくないものが入っちゃったんだと思いますよ。売り物だとこんなことやらないんですけど YouTube で無料で流しちゃってる分にはまあこういうところはこ,うこの辺でごまかしようかみたいな感じですかね。でこれ,これで色補正をやったりうーん例えばこう角度。 変えてやったりとか、ね、ほらなんて、ね、こ,んこんなことやったって意味がないんでこう戻しますけどここにこうグニグニグニってあるのがこれ,これが音のレベルです。音が大きければこう,こう広がってるし音がちっちゃいとこ何にも表示がされてないですけどねちょっと動かしてみましょうか。それとですねこう背景がこうこれどうなってるかっていうとね こういういふうになってます普段撮影してる時に見えてる工具がねこ,こっちにバーンとこう広がってて、でもう一方の面がこ,こういうスクリーンが、えー、あります。これってな感じですかね。で、今、パソコンからこう音出しましたけど、普段はあのさっきのモニターのヘッドホンでしかやらないですね。例えばですね、ここ,こなんかこう。 撮影する背景がちょこう戻してってこ,ここがここが暗いでしょでまあまあ私はこれここでいいこれでいいかとか思ったんですけど何だったらこう気になるんだったらこう切ってこうですかねこ,ここはまあ明るさいいでしょうからビデオフィルターでクイックタイムでメイドとコントラストだ。 明度とコントラストをここのところで明度をクリックでグッと持ってってここまで来たところでクリックしてやって明るくしてやるでここで明度も上げてやりましょうかちょ,っとちょっと不自然ですけどねちょっと参考までにこんな感じですっていうんでやってみますね。 こ,こ,だなこう切ってここで0とこう,こうやるとこうやるとどうなるかっていうとここはさ,さっきと変わらなくって下に行くと明るくてコントラストが上がっていますよやってみましょうかこうほら明るいでしょさっきより。 ね、で今,今度こっちに戻ると明るすぎるんでここをまた戻してやる。でここからこの辺かなこの辺から打って打ってこうきてここまで来たら。 元の数値に戻してやる、ね、そうするとおそらくいい感じになってますよこう来てこう来てと ねど、どっちもオッケーだなっていう感じになります。で、このままだとね、あのレンタリングされてない、あのエンされてないんでこう見れないんで、えー、レ,レンタリングします、処理します。あのエンさせるとこっちの CPU がメ,メーターがレベルがガッと上がりますんで、ね、ちょっと見てください。ね、こんこんだけ来てるでしょ。 こんだけ来てるんだだけけてるどもあの,このソフトが、ね、古,い古くて3 2ビットなんでこうなんですけど、まあ、これが6 4ビットでしたらね CPU をフルに使えるようになるんでしょうけどねちょっと残念な、えー、ソフトウェアですね。えー、あとと多分15秒とかそんな,んとかあるかなでこ,ここが何秒あるのかっていうと今のカットがですね、えー、31秒あるんですけど。 うーんこの31秒のカットの一部分を僕はしあのいじっただけで今ぐらいに演算時間がかかっちゃうんで長くやったりするとで複雑な処理なんかをしたりするとそれこそね、えー、レンタリングだけで相当な時間がかかっちゃいますちょっと再生してみますね照明とかの来電源はこうやって天井にですねついていますこう,こう撮影する背景があってこの天井に、えー、ついていますそれ こ、ね、こういういとの連続です1個の DVD D で何千カットってあるって言いましたからそれぞれのカットにこれをやっていくわけですからもうねと,とんでもなく時間がかかるわけですよ。全部にやってるわけじゃないですよ。全部にやってるわけじゃないけれども要所要所でやってってますんでで今のカットなんかはざっくりこうやりましたけどざっくりやるだけで10分15分が簡単にかかっていっちゃう気に入らなくてあれこれやり直してるとそれこそねワンカットで1時間かかっちゃったりとか。 やりますんでいくら時間があったって足りないってことになりますね今度は音をいじるのをお見せしましょうか音がここれがこの波形音ですかねちょっとあの波,波形と喋ってるのを比べてみてくださいあとはこういうペンライトなんかも単なる撮影の時にこうペンライトを使ったりとかしますねほんの一部分を照らしたいりとかそこを目立たせたいとか そういう時に A 全体で見せた方がいいっていう時にこういうペンライトを使ったりとかもします照明うーんと今のところで分かんなかったですけども、えー、息継ぎで「とかねあとはえー、っとああのたまに「えっと」ならいいんですけど「えっと」が続いちゃうと耳障りなんでそういうのも切ったりとかします。例えばこ,ここなんかもしかしたらこれ行き過ぎじゃないかなって気がしますけどね。で ででででででえっ、ー、てえー、ってやってますから、私もこう喋るのがプロじゃないですから、トレーニングがきちんとできてないですから、息継ぎの声が入っちゃったりとかね、えー、ね今みたいにえーって入っちゃうんですよ。業務用のカメラの方にこうつながるわけですね。でナレーションは業務用のカメラの方にこうつながるわけですね。で。 で今のところこう,切ってみましょうか、えー、こうやってねこう波形で見えてると四角でこう分かりますので,でこうこう今1コマずつこう動いてるでしょこれ1コマずつというのは約三十分の一秒です。だから三十分の一秒の精度でえー、ええー、<laughs> ねあのせこう切ったり貼ったりがこうできます。 これで行き過ぎのとこだけ消えました。業務用のカメラの方にこうつながるわけですね。で、なれでもう一回こ,うこれででーを切ってみましょうか。ここれこの波形がででーのとこです。業務用のカメラの方にこうつながるわけですね。ナレーションはですね。今こう音は消えましたけど絵は動いちゃってるんで不自然。 不不自然は不自然然、はだからこの間で切れ絵,を絵を切っちゃっておかしくないところがないかなーって思うとうーんないなーってことになるんですけどそれでもちょっと間の空き方がうまくねえなーっていう時にはえっ、ー、とこれ,これでねうーんこれでコンマ、約コンマ5秒切って切っ,切って。 今繋げました切って繋げるとあの途中が当然飛んじゃうんですよこう,こうやって飛んじゃうんでまあまあ飛んじゃってもいいってはいいんだけどまあこれでもいいやとも言うんですけどもえっ、ー、とまあもうちょっとこう何とかしたいなっていう時にはこうトランジッションっていうのをこうかけてやります。 まあ、あんまり、こ、これは今一秒間の間でやってるんですけど。これをもうちょっと短くしようかということで。コンマ、コンマ三秒にしてみました。それで、ええー、と。レンタリングしますね。さて、見てみましょう。業務用のカメラの方に、こう、つながるわけですね。ナレーションはですね。業務用のカメラの方に、こう、つながるわけですね。うん ナレーションはです業務用のカメラの方にこつながるわけですねナレーションはですねこん,、うんこ,まあ、こんなもんでいいかなっていう気がしますけどね <laughs> ここのところは正解っていうものがないですね見てる人に自然に見えるようにやるしかないベストなのは撮り直しですよあんまりひどいと私撮り直しをしてますで、室内でやってることで なおかつあの機材も自前で全部揃えちゃったやつでやる場合がほとんどなんで撮り直しがねできるんですよ。撮影に2ヶ月ぐらいかかってその後パソコンに取り込んで編集1ヶ月ぐらいかかって1ヶ月ぐらいかかったところでうわここ撮り直ししたいとか思ってもできる場合が多いんで、えー、その時にはもう撮り直しをしますって撮り直しをしようとなるとそれこそね 大変ですね。前のシーンと撮り直しのシーンとその後のシーンがうまくつながらないといけないからその状況を作るのに半日ぐらいかかっちゃったりするんでそれはもうよっぽどの、うん、時じゃないと撮り直しをしをよううといい気にはなれなれです書、ね、各シーンはこ,こんな風にいじっててそれから別の段のところにこれ別のこのビデオの欄に何があるかっていうとここ見てみましょうか。 これね、前のシーンのこれがあってこのシーンの動画がこうずっと流れてってここだけねこれはスチルですね動画じゃなくてスチールを上にプタッと乗っけてさらにこの7インチ撮影専用モニターっていう字をのっけてますねこの時にはこの字,字がここに載ってるわけですけどもこういうテキストもこ,こっちでこう作れます。ただの液晶テレビ 14インチじゃなくて「すっげえ液晶テレビ14インチ」とかねほらこんな感じで作れます。<laughs> あの果てしなく果てしなく作れてでなおかつ <laughs> この字をもしも動かそうとするとこう切ってこう切って「あらよ」って動かしたりとかすると。 これでもう字を動か？すように設定ができました。こう数値でも設定できるし、今みたいにこうマウスで動かしちゃって設定っていうのもあのどっちでもできるんですけどね。で今動かしてみせますね。えーあと、あと10秒ぐらいで演算終わりますね。こうね。字をこうやって動かしただけでもこうやってね。いち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 演算しなきゃいけないんですから。まあ面倒くさくてしょうがないですね。 液晶テレビなんて普通の資販品の液晶テレビですんで、もう家で自分ラリもみんな入るんですけど、まあ、こういう業務を業務にしか使っていません。だからっていうような感じですね。今ね、カメラがずっとこう引いてってんの分かります？でっのでゆっくりこう引いてってるでしょ。でこれは別にカメラをいじって引いてるんじゃなくて、この編集段階でやってます。 でなんでかって言うとねあんまり同じ絵が続いちゃってると退屈になっちゃうんで少しこう絵を動かした方がいいなというふうなことでこ,こ,うこういうふうに動かしてます。であのハイビジョンで一回撮影しちゃえばあとはね多少こうやって拡大しちゃったりとかしてもあれがあんまり目立たないですね。トランジションと言いましては場面展開のところのエフェクトはこういろいろあるんですけどもんよくあるのは、まあ、こ,こうですよね。 でいけないとでこうこうじわっと変えるっていうのがまあまあ一番ありがちなやつですけど場面によってはこういうエフェクトもかけますだからこういう場面展開のエフェクトっていうのはあのケースバイケースであのやってみます。 趣味でこういう動画をこうやってる人っていうのはついつい面白がっていろんなエフェクトをかけちゃうんですけど、まあ、そうやると目障りなだけですんでうーん意味のあることしかやらないようにしないといけないですね。でエフェクトなんかかけないで普通に次の場面に行った方がいい場合の方がほとんどかな。ごく大まかにですけどもうちの DVD の作り方を説明させていただきました。 でまあ、こ,このあとですね動画が全部こう完成したとしてもその後にオーサリングって言って、うん、DVD のメニューを作ったりとか DVD 用にこう映像と音を圧縮してっていうそれで4.7まあ点七ギガじゃなくて実際にはもっと小さいんですけどね4ギガとかそのくらいのところまでこう圧縮しなきゃいけないんですけど。 でそれでプリントする業者さんにデータを渡さなきゃいけないんですけどねそういう作業もありますけどそこまでいっちゃうとそれこそうんまあ面倒くさいって言いますかねそこを言ってもしょうがないかなっていうところまでいっちゃうんで、えー、そこは省略しますけども大体どんな感じのことをやってるかっていうのはこれでお分かりになると思います。でえー、ここういういい今みたいなことをね 私は実は15年ぐらい前からねやってます DVD を売り始めたのが10年前ですけどそのさらに5年ぐらい前からパソコン動画編集ってできる世界になってたんですよでその頃から作ってて DVD にもしてましたあくまであの遊びだったんですけどね、えー、旅行行ったりとかなんかあのメッコのを撮ったりとかそんな感じのことをやってて だから配るのはあの知,人知人ですよね親戚とかそういうレベルのことをやってたんですけどだから遊びでやってたのがいつの間にか、えー、商売になってるんですよね。それを考えると私自転車いじりも好きでしたからいつの間にかそれが商売になっちゃっててそれで食えてるんですよ。ということは好きなことしかやってないといます好きなことしかやってません。あの やりたくないことをやらないで好きなことをやって生きているという、うん、実にえいいじゃんみたいなだからここだけ聞くとねいいじゃんになるんですよいい,いいじゃんになるんだけどだから好きなことをやって生きていくにはどうしたらいいのかっていうと好きなことをやる上で生じてしまうやりたくない仕事を受け入れるかどうかっていう世界になる <laughs>、えー、大抵の人はねあの俺も脱サラして 何々やりてえみたいなことを言う人は世の中いっぱいいるだろうけどそういう人たちって、ね、自分のやりたいうのは、ね、自分のやりたいことを商売にして食っていこうとしたらやりたいことに付随しているあや,やりたくねえって思うようなことも受け入れるんですよ。そうすするとううままくいきますようちで勉強してね開業してうまくいかない人っていうのは大体ね自分の好きなことをやっちゃってんの。 で私止めるんだけど止めてもまあそういう人ってのは大体言うこと聞かないですね自分のやりたいことだけやる,やる,やるって言いますか自分のやりたいことをやらずにうん開業したいミネージャーみたいなことになっていっちゃってそれでズル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 って怒ってって廃業するわけですけどだそれじゃダメなんですよね、うん。やりたいことをやりたかったらそれに付随するやりたいことをガブッと飲み込むと全部飲み込んじゃうよぐらいの。 そのくらいの勢いでいくと、えー、好きなことをやって生きていけます。結論ここか。うん。そういうことだ。はい。じゃあそういうことで私帰ります。ビールが俺を待ってるよ。